皆様こんにちは、ギタリストの豊川裕也です。今日は動画の投稿日ではないんですが、今後の僕の活動についてとても大切なお知らせをしようと思いますので、急遽こうして動画を撮っています。この度私ギタリスト豊川裕也、ついにですねオンラインギタースクールを開講することが決定しました。僕は普段活動を続ける中でずっと一つの思いがあり、いつか僕自身が作ったサービスでよりたくさんの方のギターライフを幸せにしたい、よりたくさんの方にギターを自由に弾けるようになってもらい、今よりももっと充実したギターライフを送っていただきたい、そういう風な楽しさを共有できる仲間で集まって共に成長できる学びのプラットフォーム、みんなが幸せなギターコミュニティを作っていきたい、そういう思いをずっと抱えながら活動していました。とはいえおかげさまでなかなか忙しく日々活動させていただいており、なかなかそういった活動に足を踏み入れられずにいましたが、この度ついにですね来週4月16日からメンバーさんの募集開始、そして5月1日から開講します。豊川オンラインギタースクール、その名も自由の翼。僕が主催するオンラインサロン型のギタースクールです。これが一体どういったスクールなのか、どういう風に皆様が上達していくのか、カリキュラムについてまず説明をしたいと思います。毎月一番初めにその月の練習テーマを決めます。例えば今月はブルースをかっこよく弾こう、今月はファンキーなリズムを習得しよう、今月はジャズ系の曲でおしゃれなフレーズを弾こう、今月はロックギターを強化しよう、そして月初めにそのテーマに沿った課題曲の解説動画をアップロードします。その時の課題曲のフレーズ難易度はレベルに応じて皆様が選べるので、初心者の方でスクールには興味あるけど自分にはついていける気がしないなという不安をお持ちの方もご安心ください。さらに週に一度ほど練習テーマに沿ったエクササイズフレーズ、なるべく実践で即使えるものを動画で紹介解説をします。この時に少し難しいチャレンジフレーズなども上げようと思いますので、腕に自信のある方はそちらもぜひ挑戦してみてください。そして4週間かけてその月の全ての動画が出揃いましたら、月に一度の課題提出、今度は参加メンバーの方から実際に課題曲を弾いて撮った動画の自由提出を受け付けます。提出の仕方は様々で、例えば練習曲の丸々コピー、練習曲にエクササイズフレーズを混ぜたもの、もしくは僕が解説したフレーズのアイデアを使って自分なりにアドリブを弾いて提出、こういう風にですねテーマに沿っていれば自由に演奏して提出できます。そうやって皆様からいただいた動画に対して全員に僕から動画でアドバイスを送ります。漏れなく全員にです。ここが何といってもこのスクールの目玉となる部分ですね。僕からのアドバイス動画を受け取った方はそれを参考にまた練習をしていただき、その後は次の月の課題に取り組むか、もう一度同じ月の課題を提出するか、そこもですね基本的に自由に選べます。課題提出は義務ではないので、今月ちょっと忙しくて課題提出できそうにないなという方は課題提出をお休みする月があっても構いません。そのあたりはですねご自身のペースに合わせてレッスンスタイルを自分で選ぶことができます。さらに他にもギターに役に立つ情報、例えばフォームの話や基礎練の話、アドリブの上達にめちゃくちゃ役に立つ瞬間耳コピー、僕はミラートレーニングと呼んでるものですね、こういった皆様のギターライフをサポートする動画をメンバー限定で日々投稿していこうと思います。とまあここまでがスクールのカリキュラム的な部分です。さらに次はですねコミュニティ的な部分について、このスクールはですね Facebook のプライベートグループをプラットフォームにしておりますので、基本的にメンバーさん同士で自由にコミュニケーションが取れます。ギターや音楽に関係のある話題でしたら投稿も自由、今日はこんな練習を頑張った、このギター動画超かっこいいよ、今月の課題のこの部分めっちゃ難しいけど皆さんどうしてますか、最近買ったこのエフェクター見て、などですね同じギターを楽しむ仲間同士で存分にコミュニケーションが楽しめます。普段一人でギターを練習しててもなかなかモチベーションって続かないものですよね。一人で黙々とやってても楽しくなくなる瞬間っていうものが誰もが訪れると思います。そんな時に一緒に楽しめる仲間が周りにたくさんいると、そんな時共感してくれる仲間がいると本当に心強いし、それはとても幸せなことだと思います。僕が作りたいのはまさにそういう場です。もちろんですね積極的に会話に参加をしなくても十分楽しめると思います。見る専門でも楽しめると思いますし、興味のある会話だけ入ってみようかなというスタンスでも全然 OK です。このコミュニティを使った楽しみ方は本当に人それぞれですね。さらにさらにですね今後はそんなコミュニティのイベントとしてオンライン懇親会、
リアルオフ会、コンテストなども予定していこうと思います。スクールの参加人数が増えてきたら、ゆくゆくはプロのミュージシャンをサポートにつけてライブフェスティバルなど、今後コミュニティが大きくなってきたら、そういったものも開催しようと考えております。こういうふうな様々なイベントがあなたのギターライフを大きく変える、人生の中でも大変価値のあるものになるはずです。という感じでですね、ざっと説明をしていきました。最後になりましたが、オンラインスクールの名前、自由の翼とは何ぞやについて話したいと思います。僕はですね、参加者すべての方に自由演奏をするための翼を授けたい。ギターのみならず楽器の醍醐味といったら、やはり何と言っても自由演奏。自由にアドリブでギターソロを弾いたり、歌やリード楽器に合わせて自由にバッキングをしたり、こういう風なプレイスタイルができるようになるのが、何と言っても僕は一番楽しい部分だと思います。ただ自由にギターを弾くためには、また自由に弾ける領域を増やすためには、音楽やフレーズの本質を理解して吸収し、それを表現する、このプロセスを繰り返すことが何よりも大切。僕が今から目指したいスクールの形は、このプロセスをですね、仲間と共に楽しく歩んでいく、そういう場を作るのを目的として立ち上げたスクール。なのでスクール名を自由の翼としています。世界一楽しいオンラインスクール目指して頑張っていきますので、皆様のご参加何卒お待ちしております。詳しい詳細、入会方法などは概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちら覗いてみてくださいませ。という感じで、今回は僕のスクール祝オープンということで告知をしていきましたが、このオンラインスクールが実際に始まった後も、今まで通りですね、 YouTube の動画投稿は続けていこうと思いますので、その点に関してはぜひともご安心くださいませ。今週もまた土曜日にいつも通り動画を投稿しようと思います。そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。今後は僕自身、さらにオリジナルアルバムの CD 制作なども控えておりますので、そちらもですね、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。僕自身もね、めっちゃ楽しみです。最後にもう一度だけ、来週4月16日の12時からメンバーの募集を開始、そして5月1日からカリキュラムのスタートでございます。早めに入会された方にはオープン割引もあります。という感じで、今回は告知動画だったんですが、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。共に楽しいギターライフ歩んでいきましょう。